それでは本総会の目的事項であります報告事項1、第90期すなわち平成24年4月1日から平成25年3月31日までの事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の監査結果。続いて報告事項2、第90期計算書類の内容につきましてご報告を申し上げます。なお会場内に設置しております左右のスクリーンに報告内容を表示いたしますので併せてご覧いただきたいと存じます。平成24年度の事業報告につきましてはあらかじめ皆様方のお手元にお送りしております招集通知の添付書類第90期報告書の1ページから13ページに記載のとおりでございます。まず企業集団の現況に関する事項のうち事業の経過及びその成果につきましてご説明を申し上げます。当連結会計年度の我が国経済は東日本大震災からの復興需要や政権交代以降の金融政策の実施等による円高是正、株価の上昇を背景に緩やかな回復基調にあるものの欧州諸国の金融不安による海外経済の低迷等により先行き不透明な状況で推移をいたしました。このような経済情勢のもと当社が日産自動車株式会社から受注をしております乗用車は輸出向けパトロール Y62 の増加があるもののエコカー補助金打ち切りの影響等によりエルグランド NV200 バネットが減少したため前期に比べ売上台数は 4.6% 減の9万374台、売上高は 2.3% 減の2597億円となりました。商用車は平成24年2月に生産を終了した輸出向けピックアップの減少があるものの平成24年6月に発表発売をしました新車NV350 キャラバンの増加などにより前期に比べ売上台数は 3.9% 減の8万5127台、売上高は 9.7% 増の1306億円となりました。小型バスは新型 NV350 キャラバンの増加などにより前期に比べ売上台数は 1.5% 減の11,931台、売上高は 1.7% 増の240億円となりました。以上の結果、前期に比べ自動車の総売上台数は 4.1% 減の187,432台となり、自動車部分品等などを加えた総売上高は 2.2% 増の4,648億円となりました。この売上高を品目別に見てみますと乗用車が 55.9%、 商用車が 28.1%、 小型バスが 5.2%、 そして自動車部分品等が 10.8% となりました。次に損益面でございますが、売上台数の減少、新車費用の増加等により前期に比べ営業利益は 13% 減の99億円、経常利益は 13.4% 減の94億円となりました。また当期純利益は前期に比べ 45.5% 減の34億円となりました。次に当期の資金調達の状況についてでございますが、特記すべき事項はございません。続きまして当期の設備投資の状況につきましてご報告をいたします。設備投資の総額は約174億円で、主に NV350 キャラバンの生産や湘南工場の再編に関わる投資など諸設備の投資を行いました。続きまして当社の内部統制についてでございますが、
召集通知の添付書類第90期報告書の11ページから13ページに記載いたしたとおりでございます。内容のご説明につきましては割愛をさせていただきたいと存じます。次に連結計算書類についてでございますが、第90期報告書の14ページから21ページに記載をいたしております。まず平成25年3月31日現在の連結貸借対照表の概要につきましてご説明を申し上げます。資産の不合計は2397億円となりました。その内訳は流動資産が1417億円、固定資産が980億円で104億円の減少となりました。一方負債の不合計は906億円となりました。その内訳は流動負債が752億円、固定負債が154億円で前期末に比べ68億円の減少となりました。また純資産の不合計は1491億円となりました。その内訳は株主資本であり前期末に比べ36億円の減少となりました。次に第90期の連結損益計算書の概要につきましてご説明を申し上げます。先ほど申し上げました当社と連結子会社各社の事業活動の結果、当期の経常利益は94億円となりました。また特別利益は固定資産売却益等17億円、特別損失は湘南工場再編に伴う減損損失等52億円を計上し、この結果法人税等を差し引いた当期純利益は34億円となりました。なお当期における純資産の変動に関する詳細は第90期報告書の16ページ17ページに記載いたしました連結株主資本等変動計算書のとおりでございます。また当社単独の計算書類でございますが、第90期報告書の22ページから31ページに記載のとおりでございます。内容につきましては連結計算書類の内容とほぼ同様のためご説明は割愛をさせていただきます。次に当社の2012年度活動の主な成果についてご報告をいたします。1点目は日産車体九州で新型 NV350 キャラバンの生産を開始したことであります。新型 NV350 キャラバンはワイド、スーパーロングなどのボディ形状のほか、エンジン、駆動方式、乗車定員などさまざまなバリエーションを持ち、日本国内のみならず世界各国に出荷される日産ブランドを代表する小型商用車であります。日産車体九州では昨年4月に国内向け標準仕様の生産を開始して以降、さまざまなバリエーションの生産を順次立ち上げ、昨年度中にはほぼすべてのバリエーションの生産立ち上げを完了いたしました。これにより2010年1月に新工場の稼働を開始した日産車体九州では、新型パトロールインフィニティ QX56、エルグランド、クエストに続く5車種目の新車立ち上げを完了し、年間およそ12万台のフル生産体制が確立されました。新型 NV350 キャラバンは昨年6月の発表発売と同時に大変大きな反響をいただき、先代のキャラバンで 12% 前後であった国内の市場占有率は 30% 台に上昇いたしました。また特装車の充実も NV350 キャラバンの強みであります。当社ではこうした特装車へのニーズにこれまで以上に迅速に対応するため、特装車と量産車の同時開発に取り組み、特装車シリーズの早期充実を図ってまいりました。また海外では現地特装車メーカーでのベース車両としてのニーズも高く、今後も
そうしたベースグレードの設定や国内外に向けたラインナップのさらなる充実を図りながら、さらに多くのお客様のご期待に応えてまいります。さて、昨年度のご報告の2点目は湘南工場の再編についてであります。当社は日産車体九州の設立とともに、九州地区への生産分担を含めた湘南工場の生産体制の再編を進めてまいりました。最初に2010年12月には湘南工場第1区で生産をしていたウィングロード、AD、セドリックの車両生産を第2地区に移管、2011年3月には D22 ピックアップの国内での生産が終了となり、第1地区でのすべての車両生産を終了しました。そして今年の1月には再編計画の最終段階となる Y61 パトロールピックアップの第4地区から第2地区への生産移管を完了いたしました。これにより湘南工場は1本の生産ラインでフレームやモノコックなど基本構造が異なるさまざまな車種を効率的に生産できる明確な特徴を持った工場へと大きく進化をいたしました。また湘南工場では昨年2012年度グローバル日産品質賞のプラントオブザイヤーを受賞いたしました。この賞は海外を含めたすべての生産拠点の中から特に品質に優れた工場に贈られるもので、ものづくり部門が一体となった当社の品質への取り組みが評価をされた大変名誉な受賞でありました。3点目のご報告は生産台数拡大への取り組みであります。昨年ご報告させていただいたパトロールピックアップの取り組み事例では、主要なマーケットである中東の湾岸諸国を重点に、開発担当者が現地のお客様に密着をしながら、特に要望が高かった動力性能や砂漠の走行性能などを大幅に向上させました。そして開発担当者自らが商品を売り込みに行くことで、現地のお客様からも大変大きな評価をいただき、生産台数を拡大することができました。また昨年度は中東の湾岸諸国でそれまで設定のなかったオートマチック車の実用性の高さを積極的に PR をし、新規市場投入につなげるなど、新たなニーズの発掘にも力を入れて取り組んでまいりました。今後もこうした活動を一層強化し、さらなる台数の拡大を目指してまいります。以上、2012年度の主な活動についてご報告をさせていただきました。